佐藤八郎作縁子の六。縁子の六とは朝原六蔵の呼び名である。六さんはスリである。縁子とは公園を逆に呼んだ名である。東京で縁子といえば浅草とどういうものか相場が決まっている。六さんは浅草公園に出没するスリである。もっと縮めて言えばロックで仕事をするスリである。さらに緊縮するとシネマの中でのみ商売をするスリである。縁子の六、ロックの六、シネマの六、皆六さんのあだ名である。縁子の六は顔が売れていた。スリにとって顔が売れているということは、僕はスリですという看板を背負って歩くようなものだと人は言う。けれど六さんはそうは言わねえ。六さんが言うごとく威張るごとく、全くもって六さんは返し付きで縁子に出てくるのである。六さんには歴史とした大野木刑事がついているのである。歴史とした女房とか歴史としたパトロンというのはありがたいが、歴史とした刑事なんてものはどうもありがたくない。ところが六さん一向平気である。彼は好人物ですよ。彼あるがゆえに小生も仕事がしよいですよと神谷バーのテーブルに寄りかかっては機嫌をあげるのである。これで六さんの紹介は済んだ。さあ縁子の六の物語の幕を開けますよ。縁子流にテーブルも見えず雲もなく陣食べあげましょう。第2話、六さんと人情。六さんはこの 2,3 日盛んに人情という言葉を使うようになった。涙橋ホテルのアブハチ支配人を捕まえて、なあアブ親父、人間は義理と人情だね、義理と人情を書くようなやつは偉くなれねえなという。ところがホテル支配人のアブハチは博打打ちである。博打に人情を持っていたら何にもならない、こんなに勝ってかわいそうだから少し負けてやろうなんて思いながら博打を打っていたらとんでもないことになってしまう。そっかな、人情かなと、アブハチ支配人の返事は恐ろしく気がない。困った人が来たらただで止めてやんなよ、宿料は俺が都合して払うからな。見ず知らずの人でもかい。そうだな、近い兄弟と言うじゃねえか。俺たちは皆兄弟なのだ、タワリッシなのだ。六さんはこう言ってポケットからハンカチを出して低い鼻をチンとつまんだ。これは六さんが得意な時の形である。なんだいそのタワリ七輪とかいうのは、七輪のことかい。冗談言うなよ、兄弟すなわち同志ということだ。ロシア語だよ、覚えておきな。そっかロシア語か、時代は変わっていくのだよ。だが義理と人情は変わらないよ。六さんは5日ほど前に昭和座の何やぶし大会で綾太郎という盲目の何やぶし語りから義理人情の一石を染み込まされてきたのだ。常滑竹次郎ではないけれど六さんも何やぶしに感激する大和魂的素質を多分に持っていたのである。情けは人のためならず、人は情けの淵に住むと、綾太郎が見えない目をパチパチさせて肺から絞るような声を出した時、六さんはこの国粋芸術にしみじみと感服してしまったのである。ああ人情だ人情だと深く肝に銘じてしまったのである。その日から公演劇場前の大黒屋いろはでパイツを決め込んでいる時に、おじさん何かやらしてちょうだいなと、出来損ないの太鼓焼きみたいにおしろいを塗りたくった12、3歳の角付け芸人が来ても、ああやらなくてもいいよ、けれどこれをあげるよと電話なら二度かけられる実践白道を手に渡してやるようになったのである。そして
ありがとうおじさん。とその子が頭を下げると、人情だね。人は情けの淵に住むと小声で鳴り合う節をうなるようになったのである。今までの六さんだと、かかる門付け人などが来ると、おい、顔を見てたらねだるんだぜ。縁故の六だぜ。なんて啖呵を切ったものだが、何や節の人情が染み込んでからは、すっかり優しい人情家になってしまったのである。小敷がいれば、五千玉を投げてやるし、雷門を通れば必要もない、四冊実践の絵本を買ってやるのである。サルカニ合戦。カチカチ山などの絵本を見ながら、やっぱり動物にも人情はあると手を叩いて感じてしまう六さんになってしまったのである。親父、行ってくれて。ああ、行ってきな。六さん、その人情とやらで帰りに甘栗太郎で2分ほどお宮を頼むよ。よ、六さんは玄関の障子を開けた。表へ出て二三歩後ろからは支配人が声をかけた。おい、タワリシチェ、ステッキを忘れたよ。縁故に出てきたが、いつもすぐ六さんを見つけて、うわぁ、出勤ご苦労。おのとこそ、ご苦労様、と挨拶を交わす大野木刑事の顔が見えない。池の周りをぐるりと回って、白十字でコーヒーを飲んでホットドッグで軽く腹をこしらえた。シークなすりだ。大野さん、今日は見えないかい？ええ、お見えになりません。六さんは、白十字を出てロックを一回りして、喫茶店中西へ入った。今日は、大野さん来なかったかい？ええ、一度もいらっしゃいませんよ。いないとなると、なんだか寂しい。朝風呂に毎日行く人が馴染みの顔が一つでも湯船の中に足りないと、その日一日楽しくないそうだが、六さんは、大野木刑事の顔を見ないと仕事をする気にならないのだ。六さんにとって大野木刑事は原動力であり油でありモーターであるのである。観音劇場の横にいるインバイ宿ご案内専門縮めて言えば出張牛太郎の元締めである源氏屋の伝さんに大野さん来ないかいと聞くと車屋の伝さんにたりと笑ってすりが刑事のありかを聞くってな変な話だねと抜かしやがった。その上、六さん、大野木さんがいなければたんまり仕事ができましょうな。晩にはいいところへご案内いたしやしょうよと鼻くそをほじくった。六さんはステッキでコツコツと敷石道の上を叩きながら言った。見損なってもらうめえぜ。俺は縁故の六だ。大野木さんがついていればこそ俺の仕事も芝居があるんだ。刑事がついていなくて仕事をしたと言われちゃ松代までの恥なら先祖にだって申し訳がねえや。六さんの先祖はなんて名だい？六さんは先祖の名を知らないのでぐっと詰まった。だがそこは六さん済ましたもので、大野木さんがいなくて俺が寂しいというのはわかるね。それを人情と言うんだよと言い捨ててスタッサーッとカジノフォーリーに入ってしまった。サキソフォンのおどけた音にサンマの干物のような梅園龍子が舞台で割り箸みたいな足を上げて踊っている。イットとかエロとかいうものはどこにもない。ただ梅園龍子自身が一人で嬉しそうに踊ってるだけだ。警察でエロ園芸取締規則というものをこしらえた。ズロース猿股は股下にすんのことなんていう規則だよ。何のためにこしらえたか、ちゃんちゃらおかしい話だ。背中を出してもいけないという。警察では背中に生殖器でもついていると思ってるのかしら。六さんは踊りを見ながら考えた。そこへ来ると我が大野木刑事は物分かりがいいなと感心した。感心したら無性に大野木刑事に会いたくなった。一幕終わって六さんは喫煙室に入った。立ち込める煙の中に見知り越しの顔が三つ四つあった。お、六さんこんにちは。不良少年上がりで今はカジノフォーリーの用心棒兼脚本部に席を置いている黒田の鉄が声をかけた。こんにちは。六さんはバットの輪を吹いた。黒鉄の隣に駒形ホテルの若旦那と称するデブパンがいる。そのデブパンと話している嫌に鼻の大きななめくじみたいな感じのする男が六さんの目に留まった。人間は
第一印象というやつが随分と大事だ。六さんはその男を見た瞬間、ぬるりとしたものが胸に下がった。なめくじみたいな野郎だ、と唾を吐いた。六さん、と黒鉄が声をかけた。紹介するよ。こちらが銀座の室田変理氏。こちらが縁子の六さんです。六さんは仕方なくお辞儀をした。六さん、同じ商売だよ。銀座を一手に引き受けてるんだ。西に変理、東に六さんだね、と鉄板が口を入れた。このなめくじも俺と同じスリなのかと思うと、六さんは寒気がした。六さんは大体銀座が大嫌いなんだ。この頃の六さんの言葉を借りて言えば、銀座には人情がないというのである。変理さんとおっしゃいますか。オッケー、あちらに少しいたものですから。ゲー、六さんは喉からヘドが出そうになった。何がオッケーだ、あちらとはどちらにのたくってやがったんだ。なめくじめ、台所の流し元でものたくりやがって。それがあちらなら便所の金隠しなんか何用だろう。このむくればなめ、大体日本人のくせに変理なんていうのが気に入らねえ。少なくとも人情的な名前じゃない。六さんはなんだかむやみと腹が立った。バットを床の上に投げつけた。およろしかったら、とナメクジがタバコを差し出した。カッポだ。六さんはますますご機嫌が良くない。おら、キングちゃん大嫌いだ。あまり大きな声なのであたりの人が皆見た。六さんは窓から下を眺めた。下から窓を眺めている人とばったり目が合った。大麦刑事である。おーのーぎーさーん。分かったと見えて大麦はすぐ上がってきた。会いたくて待ってましたよ。うまくいってるぜ。わしのいないうちにもうたんまり仕事をしてろ。冗談言っちゃ困りますよ。仕事って何です。すぐそれだ。お前は自分がスリだってことを忘れたのかい。スリですって。現状を捕まえてから言ってくださいよ。渡りゼリフは例によって例のごとく型通りだ。今日は随分旦那を探し回りましたぜ。そいつはいつもとあべこべだな。またどうしてわしを探すなんて師匠な気になったんだ。そこがその人情でさ。なんだって。よくはまだわからないんですが、今に旦那にもわかりますよ。人は情けの淵に住むってね。六さんはこう言ってじろりとヘンリーなめくじの方を見た。なめくじ先生、そっぽを向いているね。え、小野木さん、あなたは今日はバカに元気がないじゃありませんか。お前にもそう見えるか。そう見えるかっていつもの毒舌百出が今日は出ないじゃありませんか。長年わしと付き合っているとやっぱりわしの苦労がわかると見えるな。わしは昨日も一昨日も寝ていないのだ。どうして。家内と長男と二人で一度に官房で寝てるんだ。ご承知の通り貧乏暮らしだろう。それに女房の方は病院に入れなければいけないと医者が言うのだ。よっぽど悪いんですか。40度の熱が1週間も続いているのだ。今日も縁故に出てきたくはなかったが、わしが出張しないためにお前が暴れ回ると困ると思ったもんだからな。大野木刑事は寂しそうに冗談を言った。六さんは考えていた。そこだ、と突然手を叩いた。大野井刑事はびっくりして、何がそこだよ。そこが人情ですよ。よかす、俺は今日ホテルへ帰って寝ますよ。だから旦那も休んでください。ホテルで寝るだって。そうでさ、旦那が苦労の多い時俺がそれを知らないふりをできねえじゃありませんか。ロックさん、それじゃすまないが、日本橋の親類って何やかやでの入用で70円ばかり金を借りに行ってくるが、その間ホテルへ帰っていてくれよ。夕方の6時7時頃になればわしも帰ってくるから。とにかく日本橋まで行かなくちゃ動きがつかねえんだから。ヨコさん、そう、行ってらっしゃい。じゃあまた晩にお会いしましょう、仲見世でね。六さんは
こう言うと西洋流に大野木刑事に握手をしてカジノフォーリーを飛び出した。盗人の昼寝というのがいろはがるたにあるが、今日の俺は人情の昼寝だ。夕方の6時、古道具屋で6円で見つけてきた陸軍病院の払い下げのベッドの上で満足そうにあくびをした六さんは、歯ブラシを使いながら街に灯った明かりを眺めた。夜ともなれば糸寂しいとどこの詩集で読んだか、歌の一節を口ずさんで顔を洗い終えると縁故に出てきた。仁王門をくぐって仲見世に差し掛かると、向こうから約束通りしょんぼりとして大野木刑事がやってくる。どうしたんです小野さん、嫌にしょげてるじゃありませんか。ため息を白くアスファルトの上へ投げた。日本橋の方の話というのはうまく行かなかったんですか。いや、そいつはうまくいったんだよ。それならいいじゃありませんか。早くお帰りになって奥さんや坊を喜ばしておあげなさいよ。ところがダメなんだ。どうしてダメなんです。金はなくなってしまったんだ。金を使ってしまったんですか。うん、いや、落としたんですか。いや、どうしたんです。ここを見ろ。大野井刑事はたもとをつかんで示した。たもとは三寸ほど鋭利な刃物で切り取られている。ボタはたきのやった仕事だ。大野井さん、すられたんですね。面目ないよ。すりがかりの刑事がすられたなんて顔向けができないよ。ようがす、金は何とかしましょう。心配しないでお宅で待っていらっしゃい。人情だ。六さんの目の中で遠く駒形の神丹の広告塔が赤く揺れた。マッシーマッシーロックよ、ロックさんよ。小石川にいる姉のところへ、大野井刑事のために金を借りに行こうと雷門の停留所で青バスを待っていると、もしもし六よ六さんよと亀を亀さんの口で呼び止めた男が振り返ると、昼間カジノフォーリーで会ったヘンリーナメクジだ。よほどお見気が上がってるらしく、踏んづけたいような鼻を桃色に膨らましている。先ほどは失礼、ヘンリーですよ。ちょっとお近づきに一杯やりませんか。さあそこでやりましょう。ブランデーウイスキーシャンパンポートワイン、ブランデーウイスキーシャンパンポートワイン。さすがは銀座のスリラー、オペラ牧歌帳の桶屋の歌の節で酒を並べ立てた。ほら忙しいんだよ。ちょっとちょっとだよ。オリエント、オリエントでやりましょう。シラフと酔いどれじゃシラフがかなわない。六さんはついにオリエントの汽車の三頭みたいなボックスに座らせられてしまった。まあ、ジンジャーエードとコニャックをやりましょうと女給に命じて、時に六さんと鼻をぬたりとさせた。なんだい。そう嫌に改まるなよ。あんたは大層銀座を桶なしになるそうだね。さっき黒鉄に聞いたら、銀座なんて行く野郎はおまぬけだと常々おっしゃっているそうですな。うるせえな。てめえ俺に絡む気か。絡む気かって、絡む理由があるから絡むんだ。あんたがご体操に並べている浅草ってところはおまぬけのトンツクのボンクラ野郎ばかりいるところだね。なんだと。もう一回言ってみろ。おお、何度だって言うよ。浅草浅草って言うからもっと大したのがいるかと思ったら、とんでもねえはったりぞろいだ。ヘンリーナメクジはこう言ってコニャックを飲み干した。何がはったりだ。気を立てなさんなよ。それじゃあ言って聞かせやしょ。お前さんが尊敬している大野木とかいうデカよ。小野さんがどうした。刑事のくせによ、俺にガマ口をやられるなんてよっぽどドジじゃねえか。
銀座にはそんな刑事は一人もいねえんだ。はばかりながら銀座ではそんなドジな人間は歩きもできねえんだ。何を？このボタンはたき、ボタンはたき、ボタンはたき、結構テクニックの問題を言ってるんじゃないよ。刑事のものでも盗めるようになってみろって言うんだ。腕で来いって言うのか。そうさ、分かりは悪い方じゃないね。お前さんも。六さんの胸は煮えた。浅草を侮辱されたより、自分を侮辱されたよりも人情を知らないということが六さんを怒らせた。日本橋で金を作ってくるというのをカジノフォーリーで小耳に挟んでいたのだ。後をつけて狙ったのだ。刑事のものをはたくということは必ず快感があるに違いない。それは認める。だが子供や細君の薬代をかすめるということは人情にも劣る。六さんは拳を固めた。君は暴力を振るう気か。みっともないね。ジェントルマンライクで行こうじゃねえか。うるせえ。六さんの目から涙が落ちた。と同時に原骨がヘンリーナメクジの頭に飛んだ。続いて胸ぐらを掴んだ。まあ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 。女給ヤコックが飛んで出てきて止めた。暴力はやめたよ。芸術的な腕で来たまえ。その言葉を髪の毛の後ろに止まらせて、六さんはオリエントの扉を押して出た。みぞれが落ちていた。腕で来いって言いやがった。へえ、ざまあ見やがれ。六さんは殴っている間のいつの間にかちょろり失敬した大きな大野木刑事のがま口を手のひらへ乗せて嬉しそうにペロリ、舌を出した。大野木刑事の家は公園裏の田町にある。駄菓子屋の横を曲がった三軒目の家だ。警視庁巡査大野木作次郎とエナメルで書いてあるのがちょっと微笑ものだ。こんばんは。お休みになりましたか。どなた。子供に吸入させていた大野木刑事がまつげに吸入のつゆをつけて出てきた。六さんじゃないか。どうしたんだい。へっ、これですよ。旦那がさっきやられたものですよ。差し出されたガマ串と六さんの顔を当分に見比べていたが、六さん、これをどっから持ってきたんだい。さあ一大事。吸ったといえば職務に忠実な大野木刑事だ。動かぬ証拠とばかり六さんの手をねじ上げてしまうのに決まっている。旦那、運よく観音様の脇で俺の足に当たったんでさ。子供や細君が寝床から六さんの方を見ている。ねえ旦那、本当に拾ったんだから納めてくださいよ。ありがとう、よく拾ってくれた。変なお礼の言い方だ。六さんはほっとした。人情が一つ済んだと思った。お大事になさい。坊ちゃん、吸入をたくさんなさるんですよ。六さんはそう言って路地を出た。涙橋ホテルへ足を向けて千束町の通りを二三丁来ると、後ろからおーいおーいと呼び声がする。六さん、おーい、縁子の六さん。あまり嬉しい呼び方じゃない。振り返って待っていると大野木刑事だ。六さん、ちょっと待ってくれよ。どうかしたんですか。どうもこうもないよ。わしのガマ口には70円しか入っていなかったのだよ。それなのに今開けてみたら95円入っているんだよ。さてはヘンリーナメクジの野郎、他の人からはたいた分まで一緒にあのガマ口に入れておいたのか。拾ったにしては金が増えているというのがおかしいじゃないか。と大野木刑事。すると六さん、ぬからぬ顔でポンと大野木刑事の肩を叩いていった。その25円はね、わしのほんの志ですよ。坊ちゃんや奥さんへのお見舞いですよ。そう言い終わると六さんは、人は情けの口に住むとさも満足そうに下手な節回しで何や節をうなりながら、みぞれの中をホテルの方へと帰っていったのである。東京で半分がない。